ビ<ズ>究極の火力発電が実用化に向けた最終段階に入りました中国電力と J パワーの共同出資会社大崎クールジェンは先月 CO2 二酸化炭素の排出を大幅に減らす石炭火力発電の最終試験を始めたと発表しました試験の目標は CO2 を90%回収するという条件の下で47%の発電効率を得ることだとしています この目標がです、ね、どれだけすごいかというとです、ね、石炭火力の発電効率というのは最新のものでも40%程度でして当然、CO2 を回収するというのは当然やっていません現状はです、ね、一方、大崎クールジェンが目指すのは CO2 を90%も回収するという、まあ、それ自身エネルギーを費やすステップを挟んでいるにもかかわらず効率は世界最高の47%を目指すんだそうです。 まあ今回はその究極の石炭火力発電の全容について詳しくお伝えしていきますがその前に石炭火力をめぐって物議を醸したあのシーンをご覧くださいこちらは3年ほど前当時の小泉進次郎環境大臣が海外の記者から石炭火力をどうやって減らすんだと質問されたんですが REDUCE i t 6秒間沈黙するなんていう一幕がありました。このシーンはですね、日本が石炭火力を巡って世界から非常に厳しい目線を向けられているということ、そしてそれに対して日本は非常に反論しづらい状況にあるという石炭火力の現状をよく表しているなというふうに思います。で、なぜこうも日本は世界から厳しい評価を受けているかというと、それはこちら。 イギリスやフランス、ドイツなど先進国の多くが石炭火力を廃止するという道筋を示している一方で、日本は石炭を減らしていくものの、今後も重要なエネルギー源として活用していくというスタンスで、これが生ぬるいと世界から批判を受けています。日本としては、ですね、すでに世界トップクラスに効率の高い石炭火力の技術がありますので、日本国内だけではなく、その技術を世界に輸出して、 まあ古い石炭火力発電所を最新鋭のものに置き換えていけば CO2 を大きく減らせるんじゃないかと。 実際、ある試算ではです、ね、日本全体で排出している CO2 のすべての量に匹敵する13億トンの CO2 を削減する効果があるんだと、だから我々の技術によって、むしろ気候変動対策に貢献できるんだと、などとです、ね、言いたいところなんですが、小泉さんもあの場でそう主張するというのもまあ一つの選択肢だったとは思うんですが、お、ま、そ、あ、らくそれを主張しても、そんなんじゃダメだと、とにかく石炭はダメだと批判が出ていたと見られます。 まあこれが昨今の世界の雰囲気です。まあ、というように世界の気温上昇を産業革命の前と比べて1.5度に抑えるというパリ協定で掲げられた目標を達成するためには石炭火力発電所から卒業する必要があるというのが世界の共通認識となりつつあるようです。ただその石炭火力からの卒業というのは世界全体でいうと足元ではうまくいっていないというのが現状です。こちら ご覧のように世界の石炭消費量は2年後の2024年まで史上最高レベルで推移するとみられています特に注目なのは水色で示された世界で圧倒的に石炭を消費している中国です中国は今急速に太陽光や風力などの再生可能エネルギーを伸ばしてはいるんですが一方で石炭などの化石燃料も使い続ける考えで石炭火力は今後も重要な役割を果たすんだとそのように中国は国家として意思決定しているんです この中国に関してここんな指摘もあります。こちらは去年のウォール・ストリート・ジャーナルの太陽光発電の背後に存在する中国の石炭という記事でしてこの記事では欧米諸国に設置される太陽光パネルのほとんどが中国の石炭火力発電所からのエネルギーで生産されているもし中国が石炭を利用していなかったら太陽光発電はこれほどまで安くなっていなかっただろうなどと書かれています。 まあ先進国がせっせと石炭火力を廃止する一方で中国は石炭火力を使って、まあ、つまり二酸化炭素をバンバン排出しながら安く太陽光パネルを作るとそして先進国はその中国製太陽光パネルつまり石炭のエネルギーで作られたパネルを使って、まあ、よっしゃ、脱炭素できたと喜んでいるという脱炭素のジレンマが存在しているということです。というようにです、ね、石炭火力を廃止していくというのは、まあ、一筋縄ではいかないそして厄介な副作用も生み出しているという現実をお伝えした上でここからが本題です。 大崎クールジェンは石炭を使いながらも脱炭素を実現するという、まあ、一見実現不可能なようにも見える目標を達成すべく実証実験を進めていましてそれがついに最終段階に入りました従来の石炭火力と何が違うかというとこちら従来は石炭を直接燃料として燃やして蒸気を作ってその蒸気の力を使って蒸気タービン、まあ、つまり羽車を回して発電するんですが一方大崎クールジェンの方では石炭をガス化するというところがポイントです 石炭炭にに酸酸素素素を吹きき込んで蒸し焼きにし焼て、一酸化炭素と水素からなる燃えやすいガスを作るんでで、すねで。このガスを燃料として燃やしてガスタービンを回してそしてそれにとどまらずガスの排熱を使ってまたお湯を沸かして蒸気タービンも回す,んですつまり従来とは違って2つのタービンを回せるので同じ量の石炭でもより多く発電できて効率が高まるわけです。 さらにですね、石炭をガス化したガスというのは、濃度の高い CO2 が含まれていますので、効率的に CO2 を回収できるというのもポイントです。ガスを特殊な液体に通すことによって、ガスのうち CO2 だけを分離させて90、90%もの CO2 を回収できるとしています。本当にそんなことがうまくいくのかという気もするんですが、実はここまでのプロセスは、すでに実現できる見通しが立っているということなんです。 CO2 を90%回収しながら、目標としては40%程度で、この効率は達成できるという見込みがすでに立っておりますといったこれまでの成果の上に、最終段階ではどのようなことをしていくかというと、先ほどガスから CO2 を分離すると言いましたけれども、もう一方の H2、水素ガスを活用しまして、燃料電池で発電するんです。 燃料電池というのは水素と空気中の酸素を反応させて発電する装置ですがつまり大崎クールジェンではガスタービン、蒸気タービンそして燃料電池の3段階の発電で効率を究極まで高めようとしているんです。 この方式は IGFC、石炭ガス化燃料電池複合発電と呼ばれています。このトリプル発電によって CO2 を90%まで回収しつつ、発電効率はこれまでの成果からさらに7%引き上げて47、47%という世界最高クラスを目指すとしています。最終実験の具体的な内容としては、三菱重工製の世界最大級の燃料電池をカスタマイズしたものを複数台設置して、まあ安定して運転できるかというのを検証していくとのことです。 今のところ順調に進んでいっております。燃料電池の方で並列の状態でガスを分配していくといったところがかなり難しいと。商用化していく際は今、この 600kW がたくさん並ぶ形になりますので、そういった運用を考えた時の運用の仕方ですね、の確認。 まあ将来実用化するときに燃料電池をさらに増やして並列運転しても問題ないだろうかという拡張性の検証というのが今後の大きな課題ということですさてここまで大崎クールジェンが進めている実証実験について主要なポイントをお伝えしてきましたけれども2点だけですね地味だけど結構重要だなと思うところを補足したいと思いますまず一つ目はこれまでの実証実験で思わぬ成果が得られましたそれは驚くほど高い調整力です 風力や太陽光などの再生可能エネルギーによる出力の急変動を緩和するための調整電源というのが今後もますます重要になってくるんですが、一般に石炭は調整力はそんなに高くありません、調整力の高さを示す負荷変化率、つまり1分で出力を何変化させられるかという値ですが、一般の石炭火力はだいたい3くらいです、そんな中、これまでの実証実験では、なんと5倍以上の16という値が出たとのことです。 担当者によりますと、これはシステムの組み方がポイントだったということで、まあ、石炭をガス化したガスをガスタービンで燃やす前に、圧力容器の中で、まあ、圧力を高めた状態で貯めているそうなんですねで、これがバッファー、つまり調整役となって、まあ、いざという時に、この高圧のガスを一気にガスタービンに供給できるようになっているため、高い負荷変化率、つまり高い調整力が得られたということです。 ちなみにこの負荷変化率なんですが LNG= 液化天然ガスによる火力発電は6という値です。まあ、ここが注目ですね昨今、脱炭素の流れの中で石炭の代わりに、まあ、同じ火力発電ではあるんですけれども天然ガスを燃やすというのがトレンドになっていますが、まあ、その理由としては天然ガスは石炭よりも大体いい CO2 の排出が半分になるというだけではなく調整力が高いので再生可能エネルギーとの親和性もあるというのも需要が高まった理由としてありました。 こうした中、今回の石炭火力のプロジェクトでは調整力が高いと定評のある天然ガスをも大きく上回る調整力を見せたというのは脱炭素の文脈の中で地味にインパクトがある話かもしれませんそしてもう1つ地味だけど重要性の話として挙げられるのはこれまであまり利用されてこなかったタイプの石炭を使えるということです。 まあ、一口に石炭といっても含まれる炭素の割合によって無塩炭、歴製炭、アレキイ炭そしてカッタンと分類されてまして従来の石炭火力では炭素の割合が高い無塩炭、歴製炭が使われてきました一方今回の石炭ガス化技術ではこれまであまり使われてこなかったつまりより割安のアレキイ炭やカッタンまで使えるようになるということです 先ほど言及した脱炭素で需要が高まる天然ガスについては、取れる場所が限られているというのが一つ弱点ですよね。特にロシアで多く取れというのは皆さんニュースでよくご存知ですよね。脱炭素によって天然ガスを持つロシアの存在感を高めてしまった。まあ、つまりウクライナ戦争は脱炭素がもたらした不幸な副作用の一つだなんて指摘もありますよね。 まあ一方、石炭はいろんなところで取れるというのがメリットとしてよく言われますが、今回の石炭、ガス化技術によって、そのメリットがさらに高まるということで、エネルギー安全保障の観点から注目かもしれません石炭といったものを脱炭素をさせながら、あのやはり上手に使っていく、あの非常にあの資源的には安定している資源でございますので、えー、ここを上手に使っていくための技術を我々があまああが開発しているという自信を,自信を持ちながらです、ね、やっております。 はいといとうことでここまで大崎クールジェンのプロジェクトについて詳しくお伝えしてきましたが最後にこの究極の技術がですね残念ながら出番がないかもしれないということに触れないといけません。なんといっても急な政策変更のリスクがあります究極の石炭火力発電所を作ったとしても例えば急に政策が変わって5年後に石炭火力発電所はすべて閉鎖してくださいと言われたら大赤字ですよね。 石炭への風当たりがますます厳しくなっているという状況からするとこうした急な政策変更のリスクというのは無視できないので、まあ、素晴らしい技術だとしてもなかなか新しい投資に踏み切りづらいというのが現状ですすそししてもううう一つ回収した CO2 を一体どうするんだということいこです。 回収した CO2 は非常に大量なので CO2 を地中に埋める CCS という技術が必要なんですがこの CCS にもいろいろと課題がありますまずそもそも CO2 をどこに埋めるんだということなんですが日本周辺では CO2 を埋めるのに適した場所が少ないと見られています一部研究によりますと玄武岩などのですね火山揺らの岩石が CO2 を吸収しやすいという性質があるというのが明らかになってきたということなのでこういうことから日本海沿岸の地層には日本が排出する CO2 の数百の 分を貯める能力があると見る向きもあるんですがまあ、まだ実証されたわけではありませんまあ、そしてコストの問題が当然あります今後の技術革新にコストを大きく下げていく必要がありますまあ、海外で ccs のプロジェクトーが次々と立ち上がっていますのでまあ、そこからコスト低減競争が加速することが期待されますただどこまで行っても ccs はコストであることには変わりありませんですので co2 を埋めるだけではなく活用していって利益を 得ていくということも必要になってきます、まあ、例えば CO2 を使ってドライアイスを作ったり作物の成長を促したり コンクリートを作ったり、そしてトヨタなども研究していますが、人工光合成の原料に CO2 を使って、プラスチックなどを使っていくと作っていくというところも考えられます。いずれにしても、ですね、大崎クールジェンの CO2 を90%回収して、しかも超高効率という石炭火力の技術が実用化するかどうかは、回収した CO2 をどう扱うかにかかっていまして、そしてその扱い方については、まだ発展途上の段階にあるということを抑えていく必要があります。 しきましたまあ、将来的に石炭などの化石燃料をゼロにするというのは必要だとしても、冒頭にお話ししたとおりです、ね、世界経済は今も化石燃料の上に成り立っているというのが現実です、その現実を無視して、ともかくすぐゼロにしないといけないんだと突っ走るのは、不幸な副作用をもたらすだけだという指摘もあります。まあ、そんな中、今回紹介したような技術もあるんだということを認識しながら、石炭と今後、どのように向き合っていくのかというのを冷静に考えていく必要がありそうです。 以上理系通信でした最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします